新発売された、リズム P の方を押し出したんですけども、このラバー、プラボール対応の井浦さんから出した第2弾のラバーということで、先にリリースされてました MAX P の方が結構シートもスポンジも柔らかめのものを使った操作性重視だったんですけど、こちらのリズム P の方は、スポンジが45度でシートもちょっと固めで、威力重視のラバーっていう風に歌ってます。で、まあ実際打ってみて思ったんですけども、スポンジのこの45度のスポンジとシート少し固めなんですけど、これのバランスが非常に良くて、本当にプラボール対応ラバーの中級者に向けてのスタンダードと言えるくらい僕はいいフィーリングでした。どうでしょうね、思ったより飛ぶよね。飛びますし、はい、うん、音もパキーンってなるし、ね、はい、プラボールでこの45度のラバーでこんな飛ぶラバーはない。なんか面白いぐらい、なんだろう、軽く打っても強く打っても飛んでくれて、そうですね、はい、うん、面白い、とってもいいラバー、とってもいいラバーなんだけども、なんだろう、ちょっと飛び出しが早いかなって思った、うん、ループとスピードドライブの差があんまりできないんじゃないかな。そうですね、まあそれは速い、なんかボールが速くて、ね、そう、びっくりしちゃうぐらいボールが速いから、もう威力で打っていく人にはもうたまらないラバー。でも逆にカウンターの時なんかは一回持つ感じはありました、うん、ある、はい、ある、落ちる感じはなかった。ないですね、はい、なんか上から取っても、はい、あとね、そう、速いから、なんだろう、ドライブも打つのもミートもなんか両方できるのが良かったかな。ほんと僕使いたいぐらい、うん、使いなさい、良かったです確かにね、なんだろう、本当に弱点というか、ここをちょっとなんだろう、違うなと思ったのが、そのやっぱかスピードの部分ぐらいで、その速いスピードと遅いスピードを分けづらいというスピードが出ちゃうから、それぐらいで他はね全然何にも悪いところというか、おかしな部分、はい、まあ、スピードのそのなんだ、速い遅いっていうのは人の個人のさ、打ち方にもよるし、そう、打ち方とあと好みによるから、はい、別に全部速くていいんだっていう人にはすごくいいんじゃないかなって、うん、両面張ってもいいぐらい、これなんかフォアでもバックでもどっちでもいいって、うん、あとなかなかこのコードでこんくらい音出るラバーってないないですね。ない、やっぱもうちょっと柔らかくしないと、うん、ないですけど、それかもっともっと硬くして、はい、中国ラバーみたいな音出す、はい、オメガ5アジアみたいなカチカチっていう音をするんだったら分かるんだけど、なんか他のラバーよりテンションが強いイメージ、うん、パキーンっていう音がやっぱ気持ちいいからね、まあ、スピン系でなかなか、うん、このコードで音出るラバーって見たことないんで、うん、そうだね、45だと、うん、まあ、なのでそうですね、打機音にこだわり持ってる方に気持ちいいラバーです、はい、文句なし文句なし